皆さん、こんにちは、こんばんは。ミニマリスト YouTuber のたくやです。今日は僕の部屋を紹介していきたいなと思います。レッツゴー。ミニマリストとは、持ち物をできるだけ減らし、必要最小限のものだけで暮らす人。自分にとって本当に必要なものだけを持つことで、かえって豊かに生きられるという考え方。太陽生産、太陽長寿の現代社会において、新しく生まれたライフスタイル、最小限のためにのミニマリスト。こちらが部屋になります。 1K の 6.5 畳です。必要最低限のものしか置いてないので、だいぶすっきりした印象です。ここでいきなりクイズです。この中には何が入っているでしょうか。業者並みの野菜ジュースが入ってます。こちら掃除用具なんですが、これだけスッキリしてる部屋ですと、モップ1本で済ませることができます。続いてはこちら、クローゼット兼ベッドとなっております。クローゼットの中にベッドを入れることによって、部屋をスッキリさせることができます。ちなみに中はというと、こちらはまた後日僕の仕事机になります。このパソコン一つで動画編集など仕事を行っております。スマートフォンから鍵の開け閉めができます。これによって鍵を持ち歩くことをしなくていいので、すごく便利です。玄関入ったらすぐ目の前にあるこちらの棚、ここには何が入ってるかというと、こちらもまたの機会に。以上、ミニマリスト YouTuber たくやのお部屋紹介でした。この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価お願いします。頭打ったっぽいな。なんか冷やさないと。冷蔵庫どこにあったっけ。あれ、冷蔵庫ちっさ。どんだけ野菜ジュース飲むんだよ。あそこから物取ろうとしてバランス崩したってとこか。ゼロから始めるミニマリスト入門。俺はミニマリストなのか。確かに部屋の中なんもねえな。で、俺って誰だっけ。思い出せない。いや、いや、うわ、いや、さすがに免許証とか保険証とかはねえわ。これは、カモフラージュする必要あるか。
聞いた。まず鍵探さなきゃ。いや外郵便受け。テラカード。ミニマリストは手がかりを見つけた。名字が分かった。それで違う。文明の力とてロックを外せないとただの痛っきれ。ジョブズめ。でもスティーブ・ジョブズのことはちゃんと覚えてる。ん？緊急？寺門拓也、27歳。緊急連絡先、母。サンキュージョブズ。もしもし。あ、もしもし。俺タクヤだけど。ちょっと何こんな時間に珍しい。あ、ごめんごめん。今から帰ろうかなって思って。は？今から？実家に探し物があって。へえ。まだ家なんだけど。へえ。じゃあこっち着くのは2時過ぎくらい？最寄り駅どこだっけ？え？楓野町？え、何？迎えに来てほしいの？ああ、うん。いいかな。なら最初からそうお願いすればいいのに。回りくどい？はい。あ、わかりました。他の楓野町まではここから電車を乗り継いで3時間ほど。スマホの電子マネーはロックがかかっていても普通に使えたのが救いだった。っていうか実家帰ったらなんかわかるのか。ずっとこのままってことさすがにないよな。
だいもう帰ってくるならもっと早く連絡くれないとこっちも予定あんだからね。え、何年ぶり？3年くらい帰ってきてないんじゃないんだ。ってかちょっと痩せたんじゃない？もうこんな急に帰ってくると思ってなかったからさ。普段は電話どころか LINE 送っても既読するってあんたちょっとひどくない？そこまで遠くないんだし、たまにはね。あ、買い物行かなきゃ。スーパー寄っていい？うん。ん？とか、あ、とか。あんた帰ってこないうちに日本語喋れなくなっちゃったんじゃないの？あー、シートベルトしてください。はい。はい。じゃあ出発。ほら、あそこの文房具屋さん、こないだお店閉めちゃったの覚えてる？たくや小学校の頃、あそこでずっとショーケースに飾ってあるトートバッグ眺めてるもんだから、ご主人がそんなに欲しいならってくれたことあったじゃない？へえ、覚えてないの？多分まだあんたの部屋にある、そのトートバッグ。そっか。あ、ほら、そこの本屋さんも閉めちゃったし、この通りもすっかりね。あんたが帰ってこないうちに寂しくなっちゃったんだよ。あ、そうだ、あんたかなちゃん。かな？聞いた？今度結婚するって。へえ。こないだお店行った時にね、お話しして、結婚式の招待状あんたに送っていいもんかって聞かれたから、本人に聞いたらって答えといたけど。結婚式かな？連絡ない？え？いや、どうかな。そりゃ気まずいかもしれないけどさ、幼なじみなんだし言ってあげたら？まあ行かないなら、せめてこっちにいる間に商店街行ってパンでも買ってきたら？パン？駅前のアーケードもね、結構お店閉まっちゃって大変みたい。かなちゃんとこ頑張ってるから、お母さん応援してあげたいんだけど。で、ちょっとあんた聞いてる？ん？あんたもお父さんも好きだったあのほら、あそこのあんパン、今もとっても美味しいのよ。お母さんね、でも甘いパンよりもね、この間ね、バケットって買ってみたらね、すごい美味しかったの。バケット、バケットだからさ、アンパン買うついでにさ、そのバケットも買ってきてくれたら嬉しいな。わかった。あー、ねえねえ、パン屋ってフランス語で何て言うか知ってる？なんかその話もしたの。お店の名前変えようかなってかなちゃんが言ってて。到着。あ、これ持って先入ってて。はい。Thank you.
いま。あ、お父さんに挨拶した？ほら、拓也がやっと帰ってきたよ、お父さん。お父さんもたっくんの顔忘れちゃってるかもしれないね。今からご飯作るから、7時くらいになっちゃうけどいい？うん。なんか探し物するって言ってなかった？ああ、うん。あんたの部屋に段ボール？とりあえずそのままにしとけって言われたから、そのまんまにしてあるから。段ボール？なんか断捨離とかなんとか言っていっぱい送りつけてこなかった？へえ。へえって、あんた重いしかさばるし大変だったんだからね。ごめん。何うろうろしてんのあんた。え、あ、いや、部屋どこだっけ？あっちですけど。ああ、そうだそうだ、こっちだ、こっちだ。ねえねえ、支度できたら声かけるから、それまでに用事済ましちゃいなさい。探し物、カバンの中、どこがミニマリストだよ。スキーちゃん、そうだ、あんた聞いた？かなちゃん今度結婚するって。結婚式の招待状あんたに送っていいもんかって聞かれて連絡ない？たくやくんへ、この前読みたいって言ってたウルディ集だよ。ゆっくり読んでね。でも絶対返してね。仮パクはダメだよ。カナより。まあ将来一緒に住むことになったら自然に帰ってくるからいいかな。
と出かけてくる。え、ごめん、なんか言った？来てたんだ。うん。なんかすごい偶然。偶然？はあ、なんかね、ちょうど連絡しようかなって迷ってたとこでさ。そっか。してた。そうだよ、仮パクは絶対許さないって言ってたのに。まあいつか自然に帰ってくるかもって思ってたんだけどね。ありがとう。あ、ちょっと待ってて。これ。アンパン好きだったよね。え？ああ、うん。多分ね、味変わってない。ちゃんと教えてもらったから、お父さんに。その、今はカナが。そう、あとね、結婚したら旦那さんになる人もお店を手伝ってくれてるんだ。あ、結婚するんだ、私。うん、聞いた、お袋から。そっか、そうだよね。結婚式さ、5月7日にやるんだ。あ、忘れた？私たちの記念日も5月7日だったんだよ。2013年の5月7日1357ってすごく覚えやすいって言っててさ。だから招待するのなんか気が引けちゃっててさ。なんか当てつけみたいじゃん。おめでとう。結婚おめでとうね。結婚式行くから、絶対に。
わかった。じゃあ行くわ。また。うん。また。2013年5月7日。ただいまー。あれ、もう上がっちゃった？うん。湯加減大丈夫だった？バッチ。もう少しでできるからちょっと待っててね。ああ、冷蔵庫にビールあるよ。お、あ、ねえ、私の分もお願い。オッケー、置いとくよ。うん。今度かなちゃんにお祝い買ってってあげないとね。そうだね。お子さんまだらしいし、何がいいかしらね。ビール。先に飲んでていいよ。なんか手伝おうか。あ、いや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 。おかけになって。もう少々お待ちください。未だにその食い合わせだけは信じられない。あんことビール。ああ、お父さんもそう、羊羹とビールとかね。それ合うのっていうものと一緒によくビール飲んでたけど、親子って似るのね。不思議。美味しい。ご飯食べたくなったら言ってね。できてるから。うん、ねえ、肉じゃが食べて。そうだね。うまそうじゃん。でしょ。うん。
でしょ。うめえ。ああ、うめえ。うま。お父さんも生きてたら、うん、あんたとこうやって晩酌したかっただろうな。何年経ったっけ？もうすぐ9年。早いな、なんか。なんかあっという間。あ、そうだ。なんかこの辺にあったと思うんだけどな。お父さんの名刺入れ、いつかあんたに渡そうと思ってさ。大学ちゃんと卒業してたっくんが社会人になったら必要になるかなってまあ留年はするわ、卒業してもフラフラしてるわ。あれ、あんたなんか資格取るって言ってたの、どうなった？ああ、やってるやってる。まあそんなこと言って実家にはなかなか帰ってこないわで、今まで渡せなかったんだけどね。ごめん。多少はね、心配だし声くらいは定期的に聞かせてほしいなって思うよね。懐かしい。あれ、これいつだっけ、え、ここなんて言ったっけ。沼津、あ、千本松原。あ、そうそうそうこの時タック反抗期でさこれ3人で最後に行った家族旅行かもね。ちょっとこれ見て。肩もみ券、小学生の時にあげたやつ。こんなのも持ち歩いてたんだあの人。ちょっと2008年3月まで有効だって一丁前に有効期限までつけてクソガキだな俺母さんそれ使う今。有効期限とっくに切れてますけどいいよ今日はサービスしとっか。あら、あ、じゃあ4回分、うん、お願いしますOK よし、ほい、行きます。はい、はい、おお。うわ、肩こりやばいねそうなんですよ。あのさ、うん、ありがとね。俺こんなんだけどさ、頑張るから。うん。
元気でいてくれたらそれでいいから。今度帰ってくるときはもう少し前もって言いなよ。うん、分かった。じゃ。じゃ。なんやかんやでまた相変わらずな日常に戻ってきました。必要最低限のものさえあればすっきり豊かに生きられる、そんな考え方も確かにある。データさえ残っていれば形のあるものは場所を取るし、今必要でなければ邪魔だし不要なのかもしれない。それでも実際に手に取って触れて見て感じることで初めて思い出されることもたくさんあるんだなって実感した。そこからまた新しい一歩を踏み出す勇気をもらったり、人との大切なつながりを思い出したりすることもあったわけで、シンプルな生き方もいいけど、そもそも人間って複雑な生き物だし、少しだけゆとりを持たせて生きていく、それが今の俺、寺門拓也の目標です。